山上徳一を演じます柳瀬大輔です。マーズレッド、今の時点ではまだ上演台本を読んでいないので、輪郭がやっと見えてきたというところなんですけれど、大正時代ヴァンパイアに噛まれて自身もヴァンパイアになってしまい、特殊部隊で、事件になっていく。今回を機にあの15年、関東大震災もありました大正という時代をもう少し自分の中で掘り下げていけたら楽しいなと思っています。西田さんとはまだお会いしたことがなくてですね、風の噂ではとても楽しい方だと聞いています。どういう面白い希望を持っていらっしゃるのか、どれだけそれを共有できるのか、とても楽しみにしています。本日の撮影は朝も早くからたくさんのスタッフの方と一緒にたくさんの写真映像を撮りました。そのたくさんの写真たちはパンフレットやブロマイドで見られると思いますので、ぜひ皆さんいろんなところで手を取って楽しまれてください。僕も出来上がりを楽しみにしています。頑張ります。この物語は2013年に朗読劇で始まって、とても多くの方に支持されて、今回アニメーションそしてミュージカルと多くの展開をしてきた物語です。そんな大きな流れの中に自分も入れたことがとても幸せに思っています。皆さんもぜひ劇場で一緒に楽しみましょう。お待ちしています。